梅北インターチェンジ付近宮崎県、鹿児島県境都の城渋市道路は、宮崎県都の城市の宮崎自動車道と接続する、都城インターチェンジから、鹿児島県渋市市の渋市港に至る、総延長約40キロメートルの地域港、企画道路である。1994年12月16日に、計画路線に指定された。都城 IC から、 50町インターチェンジまでは、国道10号のバイパスとして、その他の区間は、宮崎県道、鹿児島県道のバイパスとして整備される。全線が自動車専用道路で整備される。中核国際公安に指定され飼料輸入を主体と、する、渋志港と、日本国内有数の食料供給基地である、都の城、総地域を結ぶ、地域高規格道路である。 全線開通すれば、都の城市渋市市間を40分で結ぶ予定である。2021年3月末現在は、都の城市の横市インターチェンジから、渋市市の渋市 IC までが開通している。都の城 IC50 町インターチェンジ間は、国土交通省、その他の区間は、宮崎県、鹿児島県がそれぞれ整備する。2013年度までに、 全域間が事業化されている。かつての国鉄支部支線と近接したルートで計画された道路である。平塚インターチェンジ50町インターチェンジ間、宮崎県都の城市、高木町の都の城 IC から同市50町の50町インターチェンジまでを結ぶ国道10号のバイパス道路である。都の城支部市道路の一部を構成する。 全線が自動車専用道路として建設される。2019年現在で、横市インターチェンジから、50町インターチェンジまでが開通している。今町インターチェンジ付近宮崎県都の城市50町から、道芝北町までを結ぶ宮崎県道12号と、上東環状線のバイパス道路である。 宮古の城渋市道路の一部を構成する。2012年現在で50町インターチェンジから梅北インターチェンジまでの全線が開通している。宮崎県宮古の城芝生北町の梅北インターチェンジから金尾岳 IC までに至る、鹿児島県道、宮崎県道109号 E の松山宮古の城線のバイパス道路である。 宮古の城渋市道路の一部を構成する。梅北インターチェンジマイナス金、三竹 IC 館は2010年4月に事業を着手し、2018年2月3日に開通した。宮崎県宮古の城芝居北町の金をたけ IC から、宮崎県と鹿児島県の県境までに至る、鹿児島県道、宮崎県道109号 E の松山宮古の城線の、 バイパス道路である。全長2 9宮古都城渋市道路の一部を構成する。2021年3月28日に開通した。宮崎県と鹿児島県の県境から、鹿児島県総市末吉町南の里の末吉、インターチェンジンに至る鹿児島県道、宮崎県道109号 E の松山都城線のバイパス道路である。 都城渋市道路の一部を構成する。2021年3月28日に開通した。末吉インターチェンジ松山インターチェンジ間、鹿児島県総市末吉町南の里から道県、渋市市有明町、伊崎に至る鹿児島県道宮崎県109号 E の松山都城線のバイパス道路である。都城渋市道路の一部を構成する。 末吉インターチェンジから有明北インターチェンジまで全線が開通済みである。2005年2月18日末吉インターチェンジから松山インターチェンジまでの区間が暫定に車線で開通した。また、2008年2月15日に松山インターチェンジから有明北インターチェンジまでの区間も暫定に車線で開通した。 有明北インターチェンジ、伊佐木田インターチェンジ間、鹿児島県渋市市有明町、伊崎木霊にある、鹿児島県道63号渋市福山線のバイパス道路である。都の城渋市道路の一部を構成する。有明北インターチェンジから、有明東インターチェンジまでの全線が2018年3月4日に、暫定に車線で開通。事業費は、 約百二十億円である。有明東インターチェンジ渋士 IC 間鹿児島県、渋士市,市有明町、伊崎殿の有明東インターチェンジから同市渋士町安楽の渋士 IC に至る鹿児島県道六十三号、渋士福山線のバイパス道路である。宮古野城渋士道路の一部を構成する。二千八年度に着工し、二千二十一年二月二十七日に、 開通。事業費は93億円である。鹿児島県渋市市渋志町安楽の渋志 IC から、渋志港に至る鹿児島県道63号渋志福山線のバイパス道路である。都の城渋志道路の一部を構成する。2019年3月27日に、国道2 2 5号小道橋の内都城方面域のみが開通した。 ありがとうございます。